はい、YBR250 というオートバイという題でお話をしたいと思います。ですね、この YBR250 というオートバイですけど、これヤマハですね。ヤマハ YBR250 です。意外にね、ネットではね、インプレッション少ないオートバイですね。で、買ってね、このオートバイ、およそ5年ぐらいになりますかね。でね、5年前買った当時ですね、「週刊バイク TV」っていう番組がありますよね、有名なね、まひとさんが司会されてる、テレビのね、番組ですけど、それでたまたま YBR250 のね、インプレの回がありました、実はね。その時にね、YSP の方が、番組に出てらっしゃって、まひとさんからね、このオートバイの最大の利点は何ですかって聞かれた時に、答えたのがね、オイルクーラーですって言われたんですね、その方がね。最大の利点がオイルクーラーってどういうことなのかなってよく分かんなかったんですね、実は。オイルクーラーってね、ついてる、水冷のエンジンのオートバイでもオイルクーラー、別途ついてるバイクもありますしね。それの意味が、なんでオイルクーラーが利点なのかなってよく分からなくて、まあ、その動画ね、見て、まあ、多分1ヶ月もしないうちに YBR250 購入したんだったと思いますね。それでね、乗ってみてね、その YSP の方が言われた、オイルクーラーが最大の利点ですの謎がね、自分が乗ってみて解けたんですね、実は。ですね、要はこのエンジンは空冷の単気筒の250というエンジンですね。で、過去に私が乗ったことのある空冷の単気筒の250のオートバイというと、ホンダのクラブマン250というオートバイがあります。で、単気筒ではないですけど、やっぱり空冷の2気筒の250のオートバイということになっちゃうと、この YBR250 の前に乗ってたルネッサというオートバイに乗ってましたけど、これヤマハのですけどね、乗ってました。でね、それでこの YBR250 に乗ってみて、その前の2台というのはオイルクーラーついてないんですね。この YBR250 はオイルクーラーついてます。で、乗ってみてね、ちょっと驚いたことがあったんです。それが実はオイルクーラーがすごく関係してたんです。要は空冷のエンジンというのは、まあ、単気筒とか2気筒ね、関わらず、真夏、特にね、暑い日なんかは、オーバーヒートじゃないけど、オーバーヒート気味にはなるんですね、どうしても。それか、ないしは峠、まあ、真夏でなくてもですね、峠を走るとですね、結構、油温が上がってしまって、峠から降りてきて、信号どっかで止まりますよね。でローに入れた状態で止まって、停車時間がちょっとあると、クラッチ切ってるのを、ね、ニュートラルに入れて、クラッチを切ってる左手をこう解放してやりたいなという気に、まあ、当然なるんですね。その時に停止状態で、ニュートラルを出そうとすると、空冷の、ね、オートバイの場合ってこれが寝ないんですね、なかなかニュートラルが。硬くて上がらないんですね、チェンジペダルが。これはね、そのクラブマンの250とルネッサのね、250で経験したんですけど、だから空冷だとやっぱり油温が安定してないんだろうなってだんだん思うようになったんですね。水冷の例えばエンジンであればそんなことなくて、まあ信号で止まってね、ローからニュートラル一発でチェンジペダルをかき上げて入れられることできるんですけど、そのね、油温が上がっちゃってると、そういう症状的には起こるんだなっていうのが分かったんですね。ところが、その問題のこのね、YBR250 ですけど、一発で、ニュートラルが出たんですね。これちょっと驚きましたね。だからオイルクーラーって、まあ一応言ってますけど、これ、もしかしたらね、性能的にはね、昔、スズキに GSX-R750 って揺れエンジンのオートバイ、揺れ、要はオイルで冷却してるオートバイですね、揺れエンジンのオートバイありましたけど、それに近いぐらいね、性能いいんじゃないかなと思ってますね、内心。本当、外気温が30度以上ある日でもね、一発で停止状態からニュートラル出ます。ちなみにね、オートバイが少しでも前進してる状態で、信号に止まる直前だったらね、ギア入ってる状態からニュートラルっていうのは入れられるんです、大体ね。ただ完全に停止してしまった状態で入れようとすると、オーバーヒート気味になってるエンジンの場合は難しいですね、空冷のエンジンね。これは経験的にね、過去いろんなオートバイに乗ってきた経験でそれが分かりましたけどね。だから、その YSP の方がね、最大の利点がオイルクーラーですって言われたのは、ああ、そういうことだったのかって、なんかその時にちょっと分かったんですけどね。あと、
これのベースになったセロン250は18馬力で、これは、同じエンジンですけど21馬力にスープアップされてますね。3馬力ほど馬力が上がってます。これ多分ね、オイルクーラーをつけて油温が安定したっていうのは一つは大きな要因にあったんじゃないかなという気がしますね。で、その18馬力ね、セロン250 7500回転で、この YBR250 も7500回転の21馬力でありますね。で、最大トルクもやっぱり同じ回転数で、トルク上がってますね。だから全体にセロよりかトルクが太いです。だから日常仕様とかね、まあそういった意味でも使いやすいですね。そういう意味でだろうと思います。それで21馬力っていうのは 250cc のね、排気量のオートバイの中では、まあ、すごくね、馬力数としてはちっちゃいんですけど、じゃあその昔乗ってた GB250 クラブマンというオートバイ何馬力ありましたかって、30馬力あったんですね。で、この直前に乗ってたルネッサ2気筒の250、クーレ250、それ27馬力ありましたけど、実際にじゃあ峠とかを走ってる時に、遅いですかとか、例えばリッターバイク、前結構速いね、SS のリッターバイク走ってても、ついていけますかって話になってくると、全然ついていけるんですね、これね、YBR250。結局ね、最大出力っていうのは確かに大きい方がスペック的にはこう見た目はいいんだけど、実際にオートバイを走らせてみると、トルクの出る、ね、最大トルクに近い出力がずっと広い回転域で低い回転域からずっと出てるバイクの方が実は扱いやすいっていうか、まあ、回転がドロップしちゃった時にアクセルちょっと開けるだけですぐこうね、そこに持っていけるんですね、その速度にね。それが最大出力の、まあ、昔のレーサーレプリカね、昔ありましたレーサーレプリカみたいに、ね、40馬力とか45馬力とかあって、それはものすごい上の方の回転域で、しかも狭いパワーバンドの間だけしか出ないっていうオートバイの場合だと、その回転域をずっと維持できて走れれば速いですけど、実際にはそんなことないんですね。街中走ったりとか峠、サーキットを走るわけではありませんのでね。でいろんなシチュエーションの場合にすぐ力が前に推進する力がすぐ出せる回転域が低い回転域に設定してある方が実は速かったり乗りやすかったりするんですね、オートバイって。だから結構ね、スペックに惑わされて、まあ皆さん、私もそうでしたけどね、若い頃ね買いましたけど、あ、そういうことだったのかっていうのが後にね、いろんな排気量のバイク、出力ね、そのバイク、いろんなバイク乗ってきて分かってきましたね。だから要は最終的に分かったのは、結局オートバイね、排気量の方が最終的には排気量なのかなという気がしてますね。まあ確かに出力がある方のが全体に、ね、全体に分厚いトルクが出るようにチューニングしてあるモデルも中には稀にはあるかと思いますけど、まあ出力をどこかで出せばどこかの下の方がなくなっちゃうとかね、高回転が出せば低回転に出力はそれほど出ませんよと。要は同じ排気量のエンジンでやってるんだから、そこはまあしょうがないですよね、ある意味ね。だからオートバイのエンジンっていうのは、まあそういうところがあるんだなと思いますね。だからYBR250 に興味がある方はね、 YSP でレンタル、確か1日レンタルとかレンタルバイク YSP さんやってますんでね、 YBR250 車両置いてる YSP 店もあると思いますんでね、興味があるんだったら1日借りて乗ってみられるといいですね。そうするとね、想像してたのと随分違うんだなっていうのが分かるかなと思いますね。で YBR250 の、まあ、美点ですけど、あとね、250の単気筒というと、どっちかというとクラシカルなデザインのモデルの方が、まあ、クラブマンみたいなデザインのモデルの方が多いんですけど、まあ、川崎のエストレアとかね、スポークホイールが多いんですけど、これキャストホイールなんで、お掃除がしやすいですね、まずね。その辺がね、クラブマン乗ってみて分かったんです。スポークホイールお掃除めんどくさいですね、やっぱりね。それとハンドルが、まあセパレートハンドルじゃなくて、コンチネンタルハンドル、いわゆるコンチハンがついてますけど、バーハンのね。これは、すごい具合がいいです。多分 SR400-500 あたりについてるのと、ほぼ同じね、形状とサイズかなと思うんですけどね。山のね、コンチネンタルハンドルって、すごいいいですね、形状と形がね。要は峠で少しね、気合い入れて走ろうかなっていう時でもピタッとポジションくるし、ツーリングでもちょうどいいぐらいのね、前傾姿勢ですね。要は首が痛くなるとか背中が痛くなるとか腰が痛くなる、それがないですね。で
YBR 250の場合、シートを、ね、かなり分厚いクッション性のあるシート使ってますんで、これ長距離ね、ツーリングしてもお尻痛くなるっていうのは、まあ、ないですね。だから、もちろんね、前別の動画でも言いましたけど、キャンプツーリングに向いてるバイクの、まあ、最大向いてる1台だとは思いますね。ちなみにね、重量は装備で154キロですから、かなり軽い方です、もちろんね。最近人気のアドベンチャーモデルのね、V ストロームというモデルありますけど、あれが23馬力で190キロあるんですからね、装備がね。だから、例えば YBR250 に3、40キロ荷物積んで、V ストローム250の空の状態と変わらないぐらいのね、感じになるのかなと思いますね。だから、なかなかツーリングね、いいと思います。ただシート高がね、805ミリというシート高なんで、これはロードモデルとしては若干高いです。R25、ヤマの R25 とかね、 CBR250WR ね、最近出てるモデルありますけど、あれよりかシート高は高いですね。だからまあ足つきがね、ちょっと気になる方はローダウンリングキット入れられたらいいと思いますね。それでほぼほぼ日常使いからね、ツーリングから全部 OK、 オール OK になってくると思いますね。まあね、興味のある方は1日だけ回転乗ってみたらいいと思います。10分か15分ぐらいね、試乗で乗ってもちょっとね、素性がよく分かんないんですね、オートバイって。やっぱり峠とかに持ち込んでみて、ビューンってこう結構思い切って開けてみて、250なんて結構開けれますんで、でっかいバイクじゃないですからね。ああこんなバイクかって、市街地からね、峠までちょっと1日借りて乗ってみられたらね、お金まあそれでいくらかかかっちゃいますけどね、いいかな、レンタルバイクで借りちゃうと思い切ってね、一日よくわかると思いますね、どういうとバイク。でね、最近ね、YouTube で外国、ヨーロッパの方と思うんですけどね、これ世界史ツーリングみたいなのに YBR250 使ってる動画があって、それはね、すごい、あ、YBR250 って潜在性能がこんな感じのオートバイなんだなっていうのがよくわかる動画がありましたんでね、それも下の方に、その動画のね、URL アドレスも貼っておこうかなと思いますね。まあ、興味のある方はね、レンタルしてみるのが結構おすすめです。なんかそんな風に思ってます、このオートバイに関してはね。どうなのかなと、馬力とかがねちょっとちっちゃいんで、21馬力しかないんで、どうなのかな、他のがね、まあ、30馬力近く出るオートバイはね、どうなのかなと思ってる方結構いらっしゃるかもしれませんのでね、乗ってみるとそれは随分ね、印象の違ったものになるのかなと思ってますけどね。はい、というわけで YBR250 というオートバイという題でお話をしました。ご視聴どうもありがとうございました。